皆さんこんにちは、ロッチ買取応援団団長です。そして皆さんこんにちは、ロッチ買取応援団ハチでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ウォッチ&ワンダース、まだお祭りの最中って感じだね。はい、そうだね、まだ1週間も経ってないし、まあたくさんブランドあるからね。ね、今回はハチさんと2人で、ジャガールグルト、見ていこうと思います。はい、ぜひ最後まで楽しんでいってください。じゃあ早速ですけど、ウォッチ&ワンダースのサイト、ジャガールクルトのページですね。はい、こちらです。これさ、まずこの最初のさ、ファーストビューのさ、これだよね。なんかさ、これね、その、新作発表っていろいろあったと思うんだけど、こういうコンセプト、テーマを提示してさ、やったとこって実は少ないなと思って。おー、ステラオデッセイ、どういう意味ですか？まあ、星空からインスピレーションを受けましたっていう。なるほど、なるほど。まあ、なんかサイト読んでたら、要はあの時計製造、時の歴史っていうのは、星空とも関係があると。そうだね。だからそこからインスピレーション、星空からインスピレーションを受けたモデルを今回ご紹介しますっていう。はい、ああ、もうということは天文時計ってことだよね。天文時計ですし、イコール超複雑時計になるわけですけど、まあね、この動画見てらっしゃる方はね、ほとんどチラ見はしてると思うんだけど。そうですね。まあ意味がわからないよね。もう本当に今年はなんかそういう系多いよね。まあね、タグホイヤーなんかもわかりやすくね、すごいのしてね、出してきたからさ、むちゃくちゃなやつをね。はい、でもその中でもさ、超絶技巧や、時計メーカーの中の時計メーカーと呼ばれているルクルトのね、技術やこの凄さですよ。これもう意味わかんないの出してきてるよな。はい、芸術品だよね。芸術品です。もうこれも意味わかんないし、これトゥールビオンと星空、まあ、平面の製図ですかね。と、まあ、この辺もそうだと思うんですけど、あとこれワールドタイムとトゥールビオンらしいんですよ。でこれはさっき見てたんですけど、ワールドタイムとトゥールビオンを合わせたのは、ジャガールクルトでは初めての試みだそうです。あ、そうなんですね。はい、初めてらしいですね、意外と。であとなんかこれ特徴なのが、文字盤が二重になってるらしくて、地球浮いてるんですよね、これ。よく見ると、でこの上がエナメルで下が落下、もうだからそういうアートな部分もやってきてますよ、このブランド。いやー、すごいですね。すさまじい。レクルトはさ、技術屋としての語られることが多いけどさ、このアート性だよね。ねえ、そうだよね。上のモデルのこのアート性は唯一無二だよ、すごい。すごいよこれ。もうめちゃくちゃ、こうだってここ立体感あるじゃん、ここね。すごい。この中心部もさ、すごい立体感あるよね。ここね、ここ見えてるね。うわ、かっこいい。いやー、ほんと機械って感じだな、この辺り。すごい、これ。まあ、これ系ですよ、今回。でも、地球儀をさ、このエナメル、エナメルですね、エナメル。でやってるのすごいよね。はい、ね、ああ。そうなんですよね、今回は。グランフエナメルって書いてありましたね。はい。いや、とんでもないな、ほんとに。とんでもないのばっかり、今回は。ああ。だから、どこから見ていけばいいのかさっぱりわかんないんですけど、上から見ていきますか。これアトモスね。アトモスは見てない。アトモスは見てないけど。アトモス。これなんか見てたらさ、温度差を利用して永久に動くとか書いてある。あ、そうそう。アトモスはね、そうなんですよ。温度差を、気温差を利用して、一度変わるごとにこのガスが充填されるようになっていて、そのガス圧で動くようになってるんですよね。半永久機関らしいです。すごいね。はい。ただ結構シビアなマシンらしく、ちょっと一度でも傾くともう動かないみたいな。あ、そうなんだ。そんなレベル。時計らしいですよ、これ。とんでもないね。もう意味わかんないけどね、これも。あともハイブリスメカニカ。ハイブリスメカニカ。いやー、すごいな。なんかよくわかんないね。あ、でもこれ系の置き時計家にあったらかっこいいでしょうね。とんでもないね。恐ろしいですよね。あ、どういう部屋に置くんだろう。で、これが星空とトゥールビオンを掛け合わせた、いやーかっこいいモデルですね。これあれだっけ、公式の動画でぐるぐる回ってたやつだっけ。これはそうですね、おそらくこの辺りが公式動画で出てたやつですよね。そのトゥールビオンが2つ出ましたよっていうことで、これとさっきの地球儀のやつが一緒にぐるぐる回ってる映像があったと思います。今回はさ、そのトゥールビオンが乗ってくるまではさ、まあ、ルクルトだからっていうふうに分かるんだけどさ、このアート性だよね。なんていうのかな、ね、すごい。これすごいな、またすごいな。よく見ると結構立体感ある作りなんですね、これ。へえ。
ケースの中がね、うん、まあまあ凄まじいですよこれも。いやー、まあ、本当にいつかねこういうのが買える&似合う男になりたい、ね、これいくらするんだろう恐ろしいよねこれ。あ、限定数量もかなり少ないでしょうねこれね。これさ今回名前好きでさ、うん、アーティスティカ、ね、はい、キャリバー94号ですね。マスターなんですねシリーズでいうと。そうこれマスターなの全然マスター感ない思うよね、全然マスター感ないねこれ。俺たちの知ってるマスターじゃねえねえ、うん、ハイブリスアーティスティカ、メカニカじゃないんだね、アーティスティカ。アーティスティカなんだよ、かっこいいよね。いいちょっとねこだわり感じるんだよね。いいですね。あと、まあ、これもですねハイブリスアーティスティカマスター、うん、星座だこれ。またなんか組んであるよ骨すごっ、かっこいいな。うわもうこの辺とか機械萌えにはたまらないこの感じね。またね装飾を心がけてるこの辺真ん中とか。ここね、いやーおしゃだね、おしゃ、すごっ、あーすごい、うわー、いやーため息しかないね、すごい。あれどれだけの労力を使うんでしょうねこれ作るのに。うん、凄まじい。この星座がね描かれてるのもかっこいいよね。これケースもおしゃれですね、うん、横ね、横掘ってあってね、うん、なんかねそのデザイン面がしれっと強化されてる気がする、うん、そうだね、なんか強化っていうか力入れてきてるなって、うん、ジャガールクルトの外装ってこんなにおしゃれだったっけって今ちょっと思ってしまいました。うん、そう思ってもね、ね、うん、特にマスターはねシンプルに作ってますからね。そうだよね、うん、すごいすごいね、これもマスターだよ、まあ、ね、そう、これもマスターだよ。マスターハイブリスアーティスティカ、アーティスティカキャリバー945、かっこいい。キャリバーの名前聞いたのってもう分かんないですけど、こうなってくると、はい、今さっき地球儀見たんでポラリスですかね。このポラリスがね、うん、これパーペチュアルカレンダーですよね、うん、ポラリスパーペチュアルカレンダーピンクゴールド、あ、おしゃれ。もう海をルーツに持つ時計にパーペチュアル乗せますかみたいな、うん、ね、確かにそうですね、あんまり見ない組み合わせですね、うん、確かに。しかもさこれさ、うん、ラバーなんですよね。そうだね、ラバーだね、めちゃくちゃかっこいい。本当だ、ラバーベルトなんだ、めちゃくちゃかっこいい。これ見てきたんでしょ。これは、うん、あのお客として、客としてね、あの客として接客を受けてきました接客を受けてきましたはい、早速ね、早速っていうかもう入ってるんですねこの辺。あ、でもサンプル機だよ。あ、もちろんそうでしょうけど、うん、なんだけどこれはね、うん、ポラリスっていうもののイメージではないね。もちろんそのベルトはワンタッチで変えられたから、うん、はい、これに黒の黒子とかでもよかったし、うん、おラバーもね当然ブルーが合うし、文字盤も綺麗だねこれ、うん、ポラリスって金曜はどうなんだろうね、初めてか。でもまあ少なくとも珍しいよね、これかっこいいね、ないと思うし、うん、これはすごかった、すごかった。あ、しかもこれで500万半ばぐらいだからね。そうなんだ、税込みで。これもうルクルトのサイト載ってんすか。載ってます、載ってます。見てみましょう。はい、というわけで公式の、はい、公式ページですね。これステンレスも出てるの。ステンレス出てる。おー、これもいいよステンレスもいいよ。パペチャルカレンダーをステンレスで作るのは粋だね。あ、なかなか粋だね。うわ、これかっこいい。これさ、ポラリスで悩んでた人って少し感じるものがあるんじゃないかなと思うんで、うんうん、やっぱりその日常使いのイメージがあったさ、うん、ポラリスっていうものをこういう風にさ、うん、複雑機構を乗せてくるとやっぱり印象全然違ってさ、あ、そう、なんかワンランク上になるんだよね、複雑機構を作ってくれるだけで、うん、そうなんだよね、ワンランク上の時計になる。もう他なんかこれを買わずともね、うん、ポラリスというコレクションがもうランクアップするんですよね。で、元々さポラリスのケースの形とか、うん、まあ、見たことある人だと分かると思うんだけどさ、うん、やっぱりスポーツウォッチ、まあ、ダイパーズ茶ダイパーズっていうところに位置づけられてたけど、うんうん、なんかねちゃんと厚みがある割には、うん、なんかそんなにさ変なデザインもしてないから、うんうん、高級感があるスポーツウォッチなんだよね。で、厚みがあって、はい、なんかこう豊かに見える、そうですね、っていうものなんだけど、豊かに見える、ほとんど厚みを変えないで、うん、パーペシャルを乗せてきてるっていうのはやっぱり信じられない。そうなんだ、これもさムーブメントの厚さだけで確か、うん、5ミリなかったはずだよ。おー、まあ、ムーブの情報とか多分この辺に載ってるんでしょうねきっと、うん、まあ、でもこれケース厚 11.97 しかないの。そうそうそう、ケース径42で、うん、すごすごいよこれ本当に。だから元々のポラリスと厚みほとんど変わんなかったのよ。へえ。それでパーペジャール乗ってて、うん、でゴールド青とステンでしょ、はいはいはい、なんかすごくね。あー、ムーブメントの厚さ 4.72 だわ。5ミリないってすごくない。すごいね。あ、さすがですね、これはたまらんよ。さすが。
確かにその厚みをね、今まで厚い時計をしっかりポラリスで作ってきて、うん、その外装のノウハウがあってこそのこれなんだろうね、うん、そうだね、うん、中身を作る技術はねもちろん元々ある会社ですからね、うん、そうだね、うん、でこのさ、うん、立体感、うん、ケースのさ中もさこうなんか、まあ、映像でちょっと分かると思うんだけど、うん、こう立体感あるんだよ、うん、ああね、そうだね、たまらんたまらん、でも横顔も横顔めちゃくちゃいいなこれ、あかっこいい、そうね、うん、いやこれまでさパーペチャルとか、うん、まあ、その複雑機構を楽しむみたいな、うん、マスターとか、うん、まあ、レベルソとかだったんだけど、そこにポラリスっていう提案があるのはすごいなと思って、ね、新しくこれが選べるようになって、しかもこれさっき値段見てびっくりしましたね、うん、ね、ちょっと言ってくれましたけどさっき、うん、ゴールドで554万4千円、うん、まあ、これラバーベルトだからねきっとある程度抑えられてると思うんですけど、だって某コードイレブン、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 だからクロノグラフが乗って600万近いから、そうだよね、クロノグラフだけでこれ超えるそうだよね、そう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 考えるとこれすごいね、ああ、また青のベルトってこれ安いでしょ、安くはないけどステンレスこれで買えるの安くはないけどすごいでしょこれ、だからそれこそコードイレブンの三振の値段ですよ、三振、まあね、そうだね、まあ、まあ、素材がね違うけど、うん、うわ、だからもちろんねデザイン的な話はまあ好みだから置いとくにしてもさ、うん、パーティシャルカレンダーをさ、うん、これに乗せて切ってこの価格ですかっていうのは本当にジャガールクルトって前々からいろんな動画で話してる通り、うん、いろんな機能とかそういうところを聞いて、うん、作りの良さとかを聞いた後で値段見てびっくりするじゃない、うん、するね、これでもやってきたの、これでもやってきたね、パーペチュアルカレンダーでもそれやってきたの、うん、すごい、やーこれすごいよね、これはやばいよ、実際さこの値段でやれるんだ、ベルトの磨きがこれね、はあ、ベルトの磨きはねどこで見ようかな、なんかいい写真結構いっぱいあってね、うん、まあ、この辺とかいいですね、そうだね、うん、なんだっけ、あのベルトの磨き方、サテン仕上げとここがサテンでこっちがポリッシュですね、そう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 、はい、まあ、どうやらそれが逆のパターンが多いらしいじゃない、うん、そうそうそう、真ん中がポリッシュが多いね、うん、デイトナーとかもそうですけどね、だからポリッシュが外側に行くことによってドレス感がアップしてるね、うん、おーなるほど、うん、割とマッチョ系のダイバーズというかスポーツウォッチだったけれども、うん、急にドレッシーになり、うん、しかもクラシカルなパーペチュアルカレンダーを積み、うん、伝統に根ざした時計になりましたよという感じなんですね、ここのそのさ、うん、逆にしたっていうのは結構ポイント高いと思ってて、うんうん、サテンがベースになってて、うん、ポリッシュが真ん中だと、うん、なんかサテンの中に光沢あるねくらいなんだけどさ、はいはいはい、ポリッシュがベースにあって、うん、サテンを真ん中に入れることによって、うん、光沢輝きが抑えられるんだよね、うーん、それによってスポーツウォッチでなんだけど、はい、ドレスな雰囲気を感じつつ、うん、でもそこまでキラキラしてないっていうふうにこのベルトになってて、うまいな、いやこれねめちゃくちゃいいね、うまいな、なんか技ありポイント、どうしたんだろうちょっとジャガールクルトっぽくないね、こういう作りの感じ、うん、外装までここまでやってるブランドじゃないイメージなんですよね、うん、機械は強いけどね、そうだね、機械はもう文句なしだと思うんだけど、うん、だからなんかね今回はそのポラリスであったり、うん、さっきの超絶機構系見てたきたけどさ、うん、なんかねデザインが、うん、デザインっていうその視点で、うん、急にというか、うん、まあもともとできたんだとは思うんだけど、うん、今回のコレクションに関しては、うん、なんかルクルトらしさを感じつつもランク上がった印象があるんだよね、うん、これかっこいいじゃんこれかっこいいねかっこいいね、ちょっと背景がずるいまあでもぜひね、うん、この価格帯とかでスポーツウォッチ探してる方にはそうですね、ちょっと見てもらいたいね、これは候補に入るんじゃないですか、うん、この雰囲気の時計でさパーペチャルを乗せてる、うん、しかも使いやすいブルーで、うん、しかも外に行くと黒じゃん、うん、だからそのいわゆる青々しいっていう印象もあんまりなくて、うん、贅沢ですよこれは、ちょっと頑張ればいけるもんね、370、それがずるい本当になんか目指したくなるところにいてくれる感じがね、そうだね、なんかここ最近はやっぱりラグスポ感だったりさ、うん、なんかちょっとこう、うん、コンセプチュアルなものが多かったけど、うん、なんか非常にこう時計好きが満足できるようなものとして、うんうん、まあ何はともあれこの青と金とという最強の組み合わせのこれですよ、これね、あ、ラバーでね、そうラバーなんだよ、ね、もううまい、もう計算され尽くしてる、これもかっこいいな、むちゃくちゃかっこよかった本当に、これ実機見たいな、いや持ってかれますよこれはね、あ、迫力がある、うん、これ限定ですか、どうなんだろう、限定ではないのか、うん、一応通常ラインナップのはずだけど、
うーん、あ、まあ、何も書いてないんで限定ではなさそうですね、うん、そうだね。だから急ぐようなものではないし、はい、うん、まあ、すぐに買えるようなお値段でもないと思うけど、うん、まあしっかりしたものをお求めの方は今年、うん、はい、結構本気で入ってくるものじゃんじゃないのかなっていう。そうですね、ポラリス、これね、実機見てさあ、この金の方、うん、あれところどころ入ってる赤が憎いのよ。これがまたね、うん、あーいいなって思えるね、すごいの出してきたね、うん。まあまあ、だから今年はルクルトすっごいとんでもないその星座系、うん、なんていうんですか、アストロノミカルウォッチみたいなっていうところから、もしかしたら頑張れば手が届くかもって思えるようなパーペチュアのカレンダーまで、うん、まあ、結構上の方ですけどね、幅広いっていう意味は変わらないと思うんですよね。幅広く出してきたかなっていう気がしますね。両方見せつけたよね、うん、アート性と、うん、テクニカルのところ、うん、なんか今回ウォッチ&ワンダーの中で綺麗に見せてきた、うん、ブランドが実はルクゾだなと思います、うん、なるほど、うん、はい、全て見たいと思うんですけど、何かそういう機会があれば、はい、見てまた感想を述べたいと思います。はい、はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。